ルーマニアのユーロビジョンソングコンテストでは、ルーマニアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ルーマニアは1994年大会でユーロビジョンに初めて参加した。1994年以降、ルーマニアは1995年から1997年までの間の3年間の不出場を挟んで、その後はほぼ毎年参加を続けている。 1998年から2017年までの間で不出場となったのは前年の大会での低得点のために出場要件を満たさなかった1999年と2001年の2回と欧州放送連合に対する負債を理由として出場が認められなかった2016年の3回である。 2017年までの時点で、最も順位が高かったのは2005年大会と2010年大会で、2005年には、ルミニツア・アンゲル・システムが、2010年には、パウラ・セリングオビディウチェル・ナウツェアヌがそれぞれ、決勝で3位となった。トドモンド、ヘルシンキで行われた2007年大会にて、ニコト・トブラド、ベオグラードで行われた2008年大会にて、 ルーマニアから高得点を送られた国々、ルーマニアに高得点を送った国々、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。